若手期待の俳優、駒木根葵太、引いた、23、塩野秋久、秋久、28、越山啓達、啓達、14、が10月5日スタートの BSTBS 連続ドラマ、天狗の台所、木曜51、0に出演することが6日、分かった。原作は同名漫画で、天狗の子孫である兄弟が自然の中でスローライフを楽しむ物語。小牧根は背中に羽がある主人公、木、元井、越山は弟、オン、塩野は木の幼馴染の優位を演じる。一昨年のテレビ朝日系、機械戦隊ゼンカイジャーに主演した小牧根は、自然に囲まれながらの撮影に、密度の濃い夏になりそう、と期待。旬の食材を使った料理も注目で、塩野は、自然と食を通して紡がれる絆を見届けてください、と呼びかけている。